はい、お疲れ様です。まあ、あの、見た情報、聞いた情報から何を受け取るか、非常に重要だと思います。あの、2時間半の長編の映画を見ても、その映画の中から、あるワンシーンのねあの、主人公の勝利という喜びを受け取る人もいれば、その途中にある挫折ってものを知ってですね、そこからでも立ち上がれるのかとか、 その時ののの時主人公の気持ちっってのはどううだだたんだろうかここで諦めるやつがほとんどだったらドラマにならないけどそこから復活するために恥を忍んでいろんな修行をしていくこと新しい出会いを軽んじないことっていうふうに自らの成長が最終的なクライマックスの結果に来たのかなとかね組み立てられる方とかあとはその映画そのものよりも他の人が映画を見た他の人がどういうところでどよめいたのかなどういうところでシーンとしたのかなどういうところで感動したのかなそしてスタッフロールが 流れ出した時に帰る人とスタッフロールが最後まで終わるまでずっとそこに居座っていた人との違いは何だろうかっていう,うねさまざま受け取ることができると思うんですよねでその受け取り方の、まあ、角度が結局その人のまあ利益になったり集客になったり価値になったりするのかなと思いますよね、まあ、ですんで稲森和夫さんの例を取るとねほとんどの人が経営戦略セミナーに来てその 参加したっていうところでは同じだったんですよね。でも会場に入った時は同じでも会場から出るときは別のものを持ち帰った。それがあの京セラの奇跡を生んだんではないかなっていうふうに思いますよね。大抵の人は同じ会場に入っても同じように会場から出ていくわけですよ。でも一部の人だけが自分なりの受け取り方を持って本当にね、顔を上げてね、ランランと目を輝かしてその会場を去っていって、そしてすぐに、ね、動き出すんじゃないかなと思います。 即課、まあ、塾のセミナーをやってる時でも、私はね、常日頃言ってるんですけども、セミナーに来た参加者さんの間で、自分が有名になろうと思わないんですかと。少なくとも名刺交換をするところから始めなければ、せっかくセミナーに参加しても、そこで何のバイラルって当時言ってましたけどね、人間関係を作ることもできないでしょうと。飲み会に行ったところで、参加者同士の横の繋がりがないんだったら、きっと自分一人で迷って自分一人で終わっちゃいますよ、っていうふうなお話をしたんですよ。 まあそうするとね、次の回から名刺を作ってくる人と、その時も名刺を作ってこない人も完全に差ができるわけですよね。その最たるもんが私の体験ですけども、マトリックスアフィリエイトなんですよ。マトリックスアフィリエイトは、まああの、まあ、詐欺、詐欺みたいな詳細だったんですけども、でもマトリックスアフィリエイトのね、大阪セミナーに参加した十数名の中で、私はすでに速可塾の久保っていう名前を持っていたわけですよ。で、当然名刺も皆さんに配りました。で、そのマトリックスアフィリエイトが飛んだ 瞬間に私の名刺から連絡をしてきて久保さん何か知りませんかということだったんですよねでいやあれから情報は入ってこないけどもでも少なくともそこまで学んだものの中で活かせるものがないかってことで私はやってますよと例えばあのブログのライブドアブログを使ってそこと2チャンネルの,あの連結ってのができるんだなってことを知ったんでそれでまあいろいろとテストマーケティングしてますとかでそっから先のなんか月間300万 アクセスみたいなモンスターサイトからの流入をこうね皆さんのサイトに流しますよっていう直前にとんずらこいたんでほんと一番おいしいところは全然取れなかったんだけども自分なりにね何を思ってアクセスを伸ばすのかそしてそのアクセスにはどのぐらいの限界があるのかっていうふうなことがこれは自ら学べたんでまあまあよかったかなっていうところですよね、うん、だからそこで詐欺だこの野郎っつって勉強やめるんじゃなくていや手元にあるものだけでもなんか100万以上のね 今後の利益引き出せるんじゃないかなと思ったらやっぱり引き出せるわけですよで、えー、私はそれを終わった後にあのにブログマスター60日っていうコンテンツを作ってねそれをお3万円で10人ぐらいの方に売ったんですよねまだ30万ですよねでそっからそっか時の本編も買っていただくみたいなことになって結局100万以上の,あのお金ってねいかようにも取り戻すことができるわけですよ だから詐欺だと決めつけて固定すればそれは詐欺商材だし、とんズらこいた単なるマトリックスアフィリエイトのバキューなんだけども、いや、ここからさらに稼げないかなっていうふうな受け取り方をしたら、腐ってるだけじゃなくって、稼ぐことができる。で、私の場合は、他のマトリックスアフィリエイトに引っかかって腐っている連中を全部即果塾の生徒、全部じゃないけどね、即果塾のコンテンツのお客さんにしたっていう、まあそういうふうなことはあったかなと思います。会場で名刺を配ることによって、 結果としてはこういうふうなね出口じゃここまでの差がつくんじゃないかなというふうなところですかね。はい、以上でございいい。ます。いっ,てらっしゃい